モスクワ軍管区は、かつて存在したソ連軍、ロシア連邦軍のロシア中央部における軍管区、統合部隊。ソイドニエストル共和国に駐屯する部隊も、管轄している。軍管区本部は、モスクワに位置する。2010年9月20日西部軍管区へと、改編された。軍管区の部隊及び、保管基地には、戦車2040両、装甲車両2246両、 火砲1740門、戦闘ヘリ206機その他の兵器が装備されている。モスクワ軍管区1918年3月13日、最高軍事会議令により、モスクワ軍管区が設置された。1917年から1922年の、ロシア内戦と、軍事干渉時代、モスクワ軍管区は前戦線への兵員、装備の供給源となり、 1919年6月から同年9月中旬までに33機の招集を行い、50万人以上を動員した。モスクワでは、第一モスクワ狙撃士団、ワルシャワ革命連隊、第二革命連隊が編成され、ラトイシュ死体は、ラトイシュ狙撃士団に編入された。ボロネジでは2個騎兵士団が、ニジニノブゴロドでは2個狙撃士団、2個狙撃連隊、タンボフでは、 第16狙撃手団が編成された。モスクワ軍管区内には各種軍事教育施設が集中しており、1918年から1919 19年の間に1万1000人の指揮官を訓練し、前線に送り出した。内戦終結後、復員が始まり、軍管区の兵員は58万人から8万5000人まで削減された。軍管区内では毎年、 周期交差演習が行われ、新しい部隊組織、戦闘行動、集団戦の戦術が検閲された。1930年代初め、軍艦区に MS-1 戦車、後に T-26、T-27、BTK 戦車、T-28 中戦車、T-35 中戦車が現れた。1930年、 赤軍最初の機械化旅団がモスクワ軍管区に編成され、1932年、機械化軍団が創設された。1930年8月2日、ボロネジ郊外での試験、模範演習において、世界最初の空挺部隊のパラシュート効果が実施され、この日は空挺軍の創設日とされている。1941年までに、モスクワ軍管区には4個狙撃軍団、 二個機械化軍団が存在した。艦区航空隊は第24、第78戦闘機、第6、第23、第77混成航空師団からなった。軍艦区の防空は第1防空軍団の8個戦闘機航空連隊が担当し、全防空手段はモスクワ防空地帯として統合されていた。独ソ戦中、軍管区内では三個、戦線、 23個、軍、11個、軍団、128個、師団、197個、旅団、4190個部隊が編成され、総員450万人が動員された。1944から1945年だけで120万人が訓練され、前線に送られた。また、軍管区内には、29校の高等、69校の 中東軍事教育施設が存在し、6万人の将校が教育された。1941年10月26日から1942年2月15日までの間、軍管区本部は合リキーに所在した。終戦後、平時編成に移行。1968年2月22日、ソビエト軍創設50周年と関連して、霊人勲章が授与される。 モスクワ軍管区は創設以来首都の軍管区であり他国と国境を接しておらず全軍の動員訓練拠点として機能してきたがソ連崩壊後親西側のウクライナと国境を接することになりその機能は変化しつつあるモスクワ軍管区はニコ軍と軍管区直轄部隊からなりソイドニエストル共和国に駐屯するザイモルドバ共和国ソイドニエストル地域 ロシア軍作戦集団も管轄している。空軍の1個航空軍、鉄道軍の1個鉄道軍団が配属されている。ニジニー・ノブゴロドに軍本部を置く。ボロネジに軍本部を置く。戦時には軍管区内に駐屯する他省庁の軍事組織も作戦統制下に置く。ありがとうございます。